登録番号4757、山田裕也です。いやいや、そういただいてありがとうございます。ありがとうございます。あ、もうしっかりとした、はい、ジャパニーズで、はい、いや、そんなこともなかったですね。なんか、なんていうんですかね、なんか女の子っぽかったんで、そこはね、なんかこう、なんかみんなに山ちゃん山ちゃんって言って、なんかこう、なんかそういう感じに見られてました。はい、モテるっていうのはあんまなかったです、はい、いや、特にそういうのはないんですけど、まあ保湿とかそういうのは最低限のことはしてるぐらいで、なんかこう美容液でこだわったりとか、そういうのはしてないです。いや、たくさんおられるんですけど、なんすか、こういう感じの質問なんですね。いや、結構やっぱりすごいな、かっこいいなっていう人は、まあ、容姿も含めて、レースも含めてっていう人は、もう僕よりたくさんいますね。その憧れる方はいっぱい、憧れる方ばかりですね、はいはい、そうですね、一応体型維持のために、まあちょっとこう、やっぱ食べた分だけ太るので、そこの体調管理だけはしっかりしてますね、はい、今だったらそうですね、あの家でネットフリックスとか、そういう映画、結構映画鑑賞結構好きなんで、はい、で意外とあんまりアウトドアな感じでもないんで、はい、もうずっと家で、まあ、トレーニング以外の日はゆっくりしてます。あ、最近見た映画ですか、うん、あ、なんかちょっと古いかもしれないんですけど、なんかみんなからこうイテウォンクラスとかいう韓国のドラマですかね、はい、なんかあれ面白いよって言われたんで見てみたんですけど、面白かったです、はい、ちょっと時代がちょっと遅れてるかもしれないですけどね、はい、ちょっと前にね、なんかありまして、うん、まあ、音楽も結構いろいろ聞くんですけど、そうっすね、やっぱり好きなのはワオクロックとかそういうバンド系が好きなんですかね、はい、ちなみに昔そうですね、結構古いかもしれないですけど、ジュークとか知らないですよね。ジューク知ってます。あ、知ってます、うん、ジュークとか、うん、そういう、そうですね、そこら辺を聞いてましたね、まあ、趣味、うん、徳島の後輩に西野勇輝って選手がいるんですけど、西野が結構アウトドアなので、なんかそこに便乗させてもらって、いろいろあのサーフィンとか、はい、あとはそうですね、キャンプとか、うん、そういうのはやったりしますけど、自ら進んでみたいなのはあまりないですね。基本的にはやっぱりちょっとゆっくりしたいのが多いかもしれないです、気持ち的に。多分野球をずっと小中高でやってました。ポジションはいろいろ変わったんですけど、主にセカンドをやってました。やっぱりその10年間、そうですね、あれは多分すごく生きてると思います。メンタル的にも、まあ、身体的にもそうなんですけど、まあ、心もだいぶ鍛えられた。そうですね、結構自分の中ではしんどかったんで、だいぶそれが生きてきてるのかなと思います。なんですかね、桃はい、果物で、はい、果物いっぱいありすぎて、ちょっと桃で、苦手な食べ物、なんかこう星系が苦手なんですよね。星ぶどうとか星柿とか、まあ果物になってしまうんですけどお酒好きですね。どんなお酒？そうですね、ビール好きなんですけど、高知県出身なんで、土佐鶴っていう日本酒があるんですけど、あれは結構おすすめですね、はい、飲んでみてほしいですね。まあ、徳島支部でいうと水原慎さんっていう先輩がおられるんですけど、まあ、基本的に徳島のその同世代の人たちと結構交流する機会多いんで、はい、水原慎さんでお願いします。はい、
あ、そうですね。この前あの言われたんですけど、和田健介さんと一緒に言われたんですけど、アルパカに似てるから、はい、聞いてどうでした？おお、確かに。そう、画像も見せられたんですよ。すごい似てたんで、はい、LINE のアイコンに白白ってずっと言ってきたんで、LINE のアイコンにしましたけど。しました。はい、これすごく似てるなと思いましたね。四国のいいところ、やっぱり自然がいいぐらいだと思います。すいません、あまりいいとこいっぱいあるんですけど、まあざっくり言うと、そう、山、川、はい、自然がやっぱり四国の良さかなと思います。はい、あと食べ物美味しいですね。はい、海鮮。はい、長崎といえば、長崎といえばやっぱここに来たら佐世保バーガー食べれるんですけど、食べさせてもらえるんですけど、佐世保バーガーとか、あー、ハウステンボスですか。これあと出てないの、これあんまり詳しくないんですけど、そこがここから、ね、もうちょっと勉強していただきたい。そうですね、すいませんでした。はい、そういう日はそうですね、基本的に読書してるので、読書する本、まあ、小説とか、まあ、エッセイとかいろいろあるんですけど、それぐらいですかね。特にそこまでなんかこだわって持ってきてる本はないです。はい、最近で言うと、あの、何ですか、折りたたみ式の椅子ですか、あれなんかちょっと持ってきだしましたね。なんかこうずっと布団の上にいると腰が痛くなるんで、そこは最近ずっと持ち歩いてます。そうですね、レース行くときにちょっとこう身だしなみ整えるぐらいですので、ちょっとバタバタしたりするときがあるので、プロペラ叩いたりとか、でそのままの流れで行って悪かった記憶が結構あったんで、そこは一回ちょっとこう気持ちリセットさせる面でも身だしなみ、はい、整えるっていうだけですよね。そうですね、まあ良かった時もあるんですけど、まあ自分の中ではもうちょっとこう結果を残したいなっていう、残したかったなっていう気持ちは正直あります。ちょっと目標がいっぱいあったんですけど、まあ達成できてないことばかりなんで、まあそこはちょっとこう一つ一つ埋めながらいきたいなと思います。今節しっかり集中して走ります。応援してください。